2月18日にアウェーのブラモールレーンで行われたシェフィールドユナイテッド戦。ブライトンが5-0で大勝したこの試合で、三オ薫は幸運にもキャリアが終焉するのを免れることができた。11分のメイソン・ホルゲートのファウルはそれほど悪質だった。ホルゲートの右足は日本代表の左膝上のあたりを捉え、 これに対して、レフェリーはイエローカードを提示した。しかしビデオ判定が終了すると、瞬、ま、たたく間にレッドカードへと変わったのだった。危険極まりないこのタックルについて、スカイスポーツで解説を務めた元イングランド代表のジェイミー・レッドナップは、あれは暴力行為だ。私が見た中でも、過去数年で最も悪いタックルだった。 三マがどうやって足を後ろへ引くことができたのかわからない。しかしそれができて本当に良かった。できていなければ彼のキャリアは確実にエンドを迎えていたはず、と説明した。本当に幸運なことに三マは大怪我を負うことはなかった。そしてブライトンはこの数的優位を利用し、ファクンドブを名乗ってダニー・ウェルベック。 相手 DF ジャック・ロビンソンのオーンゴール、さらにサイモン・アディングラの2ゴールによって圧勝を手にすることができた。2024年に入ってリーグ戦ではまだ2勝目、それだけに非常に重要な勝利をつかんだのである。開始直後から、ブライトンの構成が続く試合だった。左サイドのミトマに、右サイドのアディングラ。 特に後者は、コートジボワール代表の一員としてアフリカネーションズカップで優勝を果たしており、勢いに乗っている。彼らのいなかった6週間、両翼にはスピードとテクニックが圧倒的に欠落していた。しかし、飛車格のような存在が戻ってきた。チームに欠かせない2人が復帰したブライトンを、最下位に低迷し、1人選手が少なくなったシェフィールド。 優が止められるはずがなかった。開始直後の3分には、ミトマが右ウィングバックのジェーデン・ボーグルを軽々と交わしてクロスを中央へ入れたが、ディフェンダーにブロックされてコーナーキックとなった。さらに直後の逆サイドでは、今度はアディングラがヤッセルラ・ルーシを悩ませていた。ミトマ、アディングラ、そしてアンスファティといったスピード豊かなワイドプレイヤーを描いている間、 シーガルズ、ブライトンの愛称は明らかに攻撃の幅が減少していた。狭い範囲、特にセンター中心の攻撃が増え、相手が守備をしやすい状況に陥っていた。しかし今後はこの問題が解消されていくはずだ。インガーに怪我人が出なければ、という条件付きではあるが。そんな状況下で、この試合でのブライトンの戦術は、 両イングの二人にボールを集めることにあった。特に左サイドのミトマに集まる傾向が強かった。最終ラインからのロングフィードや、左サイドバックに入ったタリクランプティーとの連携、さらに中盤のビリー・ギルモアや司令塔のパスカル・グロスなど、様々なラインからミトマの足元にボールが集まった。ちなみに、ホルゲートが殺人タックルで一発退場して以降、 ホームサポーターはミトマにボールが入るたびにブーイングを続けていた。信じられない、驚くべきことである。そんな22番は、23分にボックス内でドリブルしているところを後ろから相手ディフェンダーに背中を押される。TK となってもなん不思議ではない場面だったが、TK どころかビデオ判定にもならなかった。しかしその一分後、 パスカルグロスが右サイドから送ったクロスに反応したミトマがエリア内に走り込んでスライディングをしながらシュート。ゴールキーパーのウェス・フォデリンガムが引いたが、そのボールをウェルベックがしっかり詰めて2点目につながった。このゴールにより、26歳の日本代表アタッカーはさらに自信を深めていく。結果、試合を通じてシェフィールド。 ユーのバックラインはミトマのドリブルに翻弄され続けるのである。ランプティーが左サイドでスペースを消してしまう場面が目立ったが、それでもミトマは内側に入ったり、前線に飛び出してしてスペースを見つけ出し、相手の脅威となり続けた。だからだろう、ランプティーは前半のみで交代を言い渡されている。 さらに、後半に入ってもミトマの影響力は消えることはなかった。61分にはボックス内でボーグルを再び抜き去って、ゴール至近距離からシュート。角度がなかったためにゴールキーパーに阻まれたが、切れ味の鋭さを見せた。その後も諦めずに攻め続けた結果が、75分のオーンゴールだった。左サイドでペナルティエリアすぐ外から、 ミトマが出した玉足の速いクロスでジャック・ロビンソンのオーンゴールを誘発したのである。そして、直後にミトマはお役御免となっている。数字だけを見れば、ミトマは9月24日以来ゴールを決めていない。カップ戦を含めた出場した全試合で3ゴール6アシストは、昨季の18ゴールポイントと比較すると、物足りないものである。 しかしこの試合でリーグが選出するプレイヤーオブザマッチに輝いたように、得点以外のすべての面で高パフォーマンスを披露していたのは確かだ。そのゴールでさえも、すぐそこまで来ているはずだ。あのプレーを見れば、それは火を見るよりも明らかだ。